アンゴラ解放人民運動。アンゴラ解放人民運動。アンゴラ解放人民運動。MPLA は、アンゴラの政党。党首に相当する議長は、ジョゼエドアルド・ドス・サントス。独立以来、党の柱であった、社会主義経済政策を放棄し、複数政党制を導入しながらも、一貫して、政権の座にある。現在は、社会民主主義政党の国際団体である。 社会主義インターナショナルに加盟している。1956年12月に、アゴスティーニョネとマリオ・ピントでアンドラーデ、ビリアト・ダ・クルス、アミル・カルカブラルらの知識人を主体に結成された。1961年2月に政治犯の解放を求めて、ポルトガル・領アンゴラの首都ル・アンダの監獄を襲撃した、モノの放棄は失敗に終わり、 今後民主共和国の首都レオポルドビル、現金所作に逃れた。MPLA が放棄した2月4日は、アンゴラ独立戦争の開始日とされている。レオポルドビルには1961年3月の、アンゴラ北部での放棄を指導したホールデン・ロベルトの、指導するアンゴラ人民同盟へも逃れており、ウパは、当治で1962年4月に、アンゴラ民族解放戦線、らに再編され、 アメリカ合衆国やモブツの支持を得て、レオポルドビルにて、両組織の統一を呼びかけた MPLA と敵対し、この対立から MPLA はレオポルドビルを追い出されて、今後共和国首とブラザビルに拠点を移した。1964年には、タンザニアとザンビアの支持を得て、北部のアンゴラの飛び地下便だと、アンゴライコールザンビアの東部国境地帯から、アンゴラの解放を開始し、 1966年にジョナス・サビンビによって結成されたアンゴラ全面独立民族同盟と構想を繰り広げながら解放区を広げ、1971年6月にはアフリカ統一機構によってアンゴラの正当な属解放勢力と認められた。1974年4月25日に創始国のポルトガルで国軍運動が主導したカーネーション革命によって、 エスタドノボ体制が崩壊し、ポルトガル植民地の独立が日程に上った。共産党と結んで保守的なアントニオ・デスピノラ、大統領を失脚させたバスコ・ゴンサルベス新首相は、1975年1月に MPLA、FNLA、UNITA のアンゴラの三開放勢力とアルボール協定を、決、11月11日のアンゴラ独立を認めた。しかし、 1975年3月には、首都ルアンダで MPLA と FNLA が衝突し、FNLA についた UNITA と MPLA との間で抗争が始まった。北部に勢力を保っていた FNLA は、ザイールの直接介入を要請し、南部を中心にしていた UNITA は、南アフリカ共和国のアパルトヘイト政権に直接介入を要請したため、 これらと戦うために、MPLA は、キューバの直接介入を要請し、キューバ軍の参戦を得て、首都ルアンダ防衛に成功した MPLA は、同年11月11日に、アンモラ人民共和国の独立を宣言した。1976年1月には、UNITA イコール FNLA が、アンモラ人民,民民主義共和国政府を置いていた、ウアンボを陥落させた。 独立後、アンゴラの初代大統領には、MPLA のアゴスティー・ニョネトが就任した。1976年に、マルクス・レーニン主義を打ち出していた MPLA は1977年12月の第一回党大会で、MPLA 労働党に解消したが、一方で経済を再建するために人種に追われずに、ポルトガル系やメスティーソ、ムラートの登用を行い、 親西側的な経済政策を採用したため、1977年5月27日には、ネト大統領のこのような政策に反対した、新ソ派のニトアルベス元内相が、クーデター未遂を引き起こすなどの動きがあった。このクーデター未遂事件の収集をきっかけに、ネトは、MPLA 内部を自派で固めることに成功し、1979年9月10日に、ネトが死去した後は、 女性デュアルド・ドス・サントスがネットの後継者となった。MPLA 政権は外交的に非同盟路線を採用しながらも実際には経済的にソビエト連邦の軍事的にはキューバとドイツ民主共和国東ドイツの支援を受け1979年の段階で約2万人のキューバ軍と約2500人東ドイツ軍の部隊がアンゴラに存在した。 一方、独立以来、MPLA 政権と UNITA イコール FNLA 連合とのアンゴラ内戦は続き、飛び地のカビンダではが FNLA と結んで、MPLA 政権への反乱を起こしていたが、MPLA は1979年までに、両組織の後ろ盾となっていた、ザイールのモブツ政権及び、フランスと国交を結んだため、両組織の勢力は減退した。 一方、南部のオビンブンド族を支持基盤とし、南アフリカとアメリカ合衆国の支持を受けた UNITA との戦いは泥沼化した。1976年6月には当時、南アフリカに占領されていたナミビアの独立戦の主体だった南西アフリカ人民機構がルワンダに本拠地を設置し、アウンゴラは南部アフリカの白人支配に対するブラックアフリカの フロントライン諸国の一角となったが、その代償に南アフリカは MPLA 政権に対する強硬姿勢を深め、1980年上半期には529回の南アフリカ軍によるアンゴラエ強攻撃が行われたほか、1981年には UNITA の支配地域がアンゴラ全土の1、3達するなど MPLA にとっては困難な状況が続いた。 南アフリカの干渉は、1988年に南アフリカ軍がキューバイコールアンゴラ連合軍に敗北したことをきっかけに急展開し、1988年12月22日にニューヨークで結ばれた協定でナミビア問題のリンケージ政策が承認され、5万2000人のキューバ軍のアンゴラ撤退と南アフリカのナミビア独立承認がリンクされた。 1991年5月に、ポルトガルの仲介によって、MPLA 政権と UNITA の和平協定が締結され、MPLA は第二次国際連合アンゴラ検証団の監視下で、行われた1992年の大統領選で49.57%の得票を、議会選では53.74%の得票を、得て129議席を獲得したが、 第二党となることを拒否した UNITA のサビンビ、議長は、支持基盤のウアンボに戻った後、同年10月に内戦を再開させた。1993年に UNITA は、ルンダノルテ州のダイヤモンド航空を占領し、1994年11月20日に、締結された和平のための後も以降、ダイヤモンド収入を元手に紛争を続けたが、2002年に、 サビンビー議長が暗殺されたことをきっかけに MPLA は UNITA と和平協定を締結し内戦は集結した。2008年アンゴラ議会選挙では81.64%の得票で220議席中の191議席を獲得し圧倒的な勝利を収めた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。